おはようございます。今日もいい一日にしましょう。 Let's have a good day。 おはようございます。朝散歩行ってきます。はい、朝散歩から帰ってきまして、今日は近くの公園まで行きましたね。気持ちよかったです。ちょっと今日は8時から僕がいつも見ている、英語勉強で見ているハッパ英会話のじゅんさんのライブレッスン、それを見て今日は朝活動しようと思います。では始めます。 Let's get started。 すごいですね、始まる前からもういっぱいコメントが来てますね。今日はイライラするやストレスが溜まってる。あ、始まった。Good morning. Thank you guys very much for joining me today. Guys, as well. Thank you guys. Very, very much. Friends to you. English. I am glad to give examples. I want you guys to get an idea what this word really means. じゃあ今からトイックを勉強します。今日はハマちゃんもWithハマ。Bring annual jazz festival to be instrumental in doing 何々するのに貢献する。世界初オンライン宿泊を体験した結果、テイクアウトしに行きます。体に優しい健康な食事が味わえるオニオキッチン。オニオキッチン、はい、ここのランチはあれなんですよ。はい、惣菜入れ放題、知ってました？知ってました。あ、さすが。これでも十分あれですね、野菜多いですね。いただきます。コーヒーと SCI っていうのを週1で上げてるやつをそのまま継続していこうと思っています。 YouTube の宿泊プラン作成の企画を進めてるのと、あ、そこの数字、盛り上がってるの数字を、それをなんか2倍とかなかなかこういうね、組織のこのコアな部分を考えること。そうよ、もうマジでそうよ。リンダ絡み以外の人とこうやってがっつり話すのはほんまにめっちゃ久々やと思う。俺すごくいい意見もあったし、あ、なんか改めて頑張ろうって、また違う方向性でまた頑張ろうって思えるわ。めっちゃええやん。今から2日目、英会話レッスン。今日はね、ちょっとまだ無料体験中なんですけど、今日はレアジョブっていう方を受けていきます。はい、じゃあ Let's get started。 Hello、my name is Tommy and I'm originally from OsakaJapan. I'm also like to traveling and then speaking English and meeting new people. And the hobbies, just play the bass guitar in my free time. My favorite food, my favorite food is Mapo Tofu. It's Chinese food because I'm a spicy holic. So I love spicy food and also not even to eating the Mapo Tofu, but also I alsowould love to cook the Mapo Tofu. Okay, next one. Tell me about a bad service you received recently. The bad service? The recently. But in this coronavirus situation, I haven't really go outside, but but every time I saw, like, when I went to, like,convenience store in Japan, but it's not a complaint, but it's kind of like my hope, how to say, they can maybe welcome the guests. I know, but it's the convenience store, they don't have to like doing some hospitality, but if I see some like hospitality of them, I feel really cool. Okay. Intermediate six, okay? Intermediate six. Intermediate six.
When I say six, it means that you can use the English in conversations about your interests and hobbies. Okay. Now let's move on to part three. Do you have any questions? Nothing here so far. Thank you. Thank you very much. All right. What time do you go to sleep? It's already... Yeah, it's now in Japan, it's already 11:30, so it's kind of like... Okay, all right. Good yeah. night. Good night. Bye. Bye. Thank you. はい、オンライン英会話終わりました。感想ですね。今日昨日使ったやつと違うサービスのやつ使ったんですよ。なんかよくオンライン英会話おすすめって調べると Google でだいたい1位が DMM 会話英会話で2位がレアジョブって出てくるんですけど、結構今日受けたレアジョブはなんか傾向的にはその TOEIC とかビジネス会話に特化してるサービスみたいで、まあ、基本講師はフィリピンの方しかいないって書いてたんですけど、なんか結構ねビジネスシチュエーションの質問をしてそれに答えるみたいな。で最初なんか簡単なイントロダクションして、そのイントロダクションでいろいろ質問されるんですよ。それに対してちゃんと答え出てるかとか、それでレベルをチェックされるみたいで、 あなたはレベル6だって言われて、10点満点中のレベル6って言われて、まあまあ日常会話とか、そういう自分の言いたいこととか意見とか、興味あること関心を詳細に伝えれるみたいなレベルみたいなんですけど、まあそんな簡単な5個6個の質問だけでジャッジメントされてたまるかって感じなんですけど、だからまあ結構ね、まあビジネスに特化してるんですごくカジュアルなカンバセーションはないんですけど、まあすごくビジネスシチュエーションを想定して会話するので、まあすごくそれは慣れるんじゃないかな。こう思考もしっかりと考えながら、論理的にこう考えながら英語を喋るっていうのではすごくいい、体験になるんじゃないかなというふうに思いましたね。残りの1分ぐらいはすごく、いつも何時寝てるのとかそういう話して、まあ、最後ちょっとほっこりしたんですけど、まあ、基本20分の間は割とまあ、ビジネスシチュエーションで話をしてましたね。まあなんかカジュアルなこうカンバセーションをしたかったらやっぱり DMM 英会話いいのかなっていうのは、まあ今の2つだけで比較すると思いましたね。はい、ということでお疲れ様です。よいしょ、お疲れ様でした。今日も一日終わりましたね。まあ12時半でございます。そろそろ寝ようと思いますけど、そう昨日のデイ1の動画を見ていただいた方ありがとうございます。で結構ね、1日目から疲れてないかっていう顔がってよく言われたんですよね。もうそれも本当にその通りなんですけど、まあでもそうね、元気にね、確かに配信していった方がいいので、頑張って意識します。まあ頑張ってというか、まあ空回りにはならないように、空回りにはなりたくないので、まあまあ程よく落ち着きながらやっていければなと思います。ゆるさも僕は出していきたいと思います。そう、まあでも朝はちょっと頑張って挨拶も大きな声気合い出して朝迎えれるように、今日もしっかりたっぷり寝たいと思います。OK. じゃあ、Thank you for watching, guys. Catch up later tomorrow. Good night.